ドクターを演じたロバート・ピカード・ドクターは、テレビドラマ、スター・トレック、ボイジャーに登場する人物の一人、メインキャラクターの一人として登場する。演じるのは、ロバート・ピカード。日本語版の吹き替えは、中広し。ドクターは、人間ではなく、USS ・ボイジャーに搭載された、緊急用医療ホログラムが長期間活動したことにより、個性を手に入れた人物。 デルタ宇宙域に強制移動させられた USS Voyager では正規の医療部員が全滅してしまったため本来は緊急時の見つかわれるはずの緊急用医療ホログラムが開発時の想定を超えた長期間稼働させられることになったその結果様々な経験を積んだ緊急用医療ホログラムは次第に人間らしさを身につけた特にオカンパ人のケスはドクターを人間と同様に 扱い、そのことが初期のドクターの人間性発達に大きく影響した。また、長期運用への必要性から、プログラムへ様々な改変が行われ、趣味としてホログラム写真撮影やゴルフ、オペラのアリアを歌い、ドン・カルロの練習をするまでになっていく。さらに、単なる医務室の備品扱いから、他の乗員と同等の権利を認められ、名実ともに、 医療主任ドクターとして親しまれるようになった。名称に関しては、ファン・ゴフホなど、ドクター以外の名前を名乗ろうとしたことは何度かあったが、いずれも、その回限りであった。当初は、医務室とホロデッキにしか現れることができなかったが、あるエピソードで未来の惑星連邦の技術である、モバイルホロエミッタを手に入れ、ホログラム投影装置の設置されていない場所へも、移動できるようになった。 性格はナルシストな傾向があり、自分自身をハンサムであると考えたり、オペラを歌っている自分に酔いしれたり、自ら企画、開催したホログラム写真鑑賞会で、延々と自作の写真を映写シェーツに入ったりする。しかし、これらに巻き込まれたタクルーには、うんざりされていることがほとんどである。また、恋愛感情のようなものをも獲得し、ビディア人のダナラペルや、 セブン・オブ・ナインに恋心を抱いたこともある。念願であった生みの親である、ジマーマン博士との対面は、レジナルド・バークレー隊員の尽力などにより果たされたが、博士の性格が、元来、頑固で偏屈だった上に病気を患っていたことで、より短期で毒舌化になっており大喧嘩をしてしまうが、最終的には、バークレーや、ディアナトロイ、博士の女子ホログラムなどの助けもあって、 ジマーマン博士と和解することができた。上記の追加プログラムには歌、絵画、写真撮影、ゴルフ、性交渉、チェスなど多数のものがあり、本来の緊急用医療ホログラムを超えた存在になっている。緊急指令ホログラム第124話に登場したドクターの追加プログラムの一つで、ボイジャーの士官全員が行動不能になった時などに缶を指揮するためのもの。 姿は緊急用医療ホログラムと同じだが、制服の色と階級章が異なる。もともとはドクターの妄想の産物で、その機能を実装するようジェインウェイ館長に進言して却下されたが、その直後に接触してきた異性人との交渉のため外見だけ、緊急指令ホログラムの状態になっている。彼が無双した緊急指令ホログラムは後に実現し、第六十2は 第163話で、ジェインウェイ艦長をいた多いた数のクルーが異星人に拉致され、不在となった時は、実際に艦の指揮を取った。ラン、ファンゴッホ略称、モバイルエミッタ、エミッタ。ありがとうございます。